크롤에게 습격받는 절체절명의 순간 그 앞을 막아서는 사무라이 소녀 그리고 그걸 힘을 모아 서포트해주는 마법학교 학생들 훌륭하게 트롤을 기절시킨 사무라이였죠. 이건 대체 무슨 상황이야? 이곳은 유서 깊은 킴벌리 마법학교. 신입생들을 위해 마법생물 퍼레이드를 진행하던 중 예기치 못한 사태가 일어난 것이었죠. 무보니 뭐 호도가 아래. 고치가 주문이 실패했다라 신데다서 키미. 입학 서서 이노치를 히로우타와. これは いかにも 사이사키가 이. 스카미도코로노 나이코다. しかし 카노조노 아노 카미이로 이노센토카라 体内の魔力循環が力強いことの証。つまり魔法使いとしてのポテンシャルは非常に高い。 어쨌든 신입생들을 모아놓고 교장쌤의 훈화 말씀이 이어지는데 학교장의 에스메랄다다. 여기 킴바리 마법학교는 君たちが これから 7年間 通うことになる 学び屋だ。 킴바리で 無事に 卒業できる 生徒は 8割 ほど。 残り 2割は 術式の 暴走で 再起 不能になる 者。 わかりやすく 言うならば 好きに やって 好きに 死ね。 이거 뭔가 잘못 온 것 같다. 이후 신입생 환영회가 열렸고 아까 함께 싸웠던 친구들이 모이게 되었죠. 식사를 하면서 한 명씩 자기소개를 합니다. 높은 가게의 자제인 미셸라, 동물을 정말 좋아하는 카티, 농가 출신의 가이, 보통인 커터로 입학한 피트, 마법 가게의 자제인 남주까지 중요한 건 바로 사무라이 소녀였는데 세샤와 야마츠쿠니 도리쿠에센가 부케노 우마레 히비야 나나오토 모스모노. 근데 왜 사무라이가 마법학교에 온 거야? 반년 전 전투에서 죽을 뻔했지만 지나가던 마법사가 목숨을 구해줬고 고대로 마법학교에 권유받아 입학하게 된 것이었죠. 다른 학생들과 동떨어진 이질적인 존재였는데 진짜 정신 나갔는지 학교 정원에서 목욕을 하고 앉았으니 기대모 아사가 하요 고자르나. 화들짝 놀라서 후다닥 장벽을 펼치는 남주였죠. 그날 첫 시간은 마법검 수업이었고 거미러니 대련을 해보게 했다며 손을 드는 나나오. 僕も 리차드 안드류즈です. 聞けば 彼女は 剣 1本で トロールを 仕留めたとか. ぜひこの機会に エイジアの 剣技を 披露してほしいものです. ナナオより 強いと 誇示するつもりか. 相手が 初心者なのに 付け込んで. 그 싸가지 없는 쉐끼가 마음에 안 들었던 남주. 그를 밀어내고 나나오와 검술 대련을 진행합니다. 오리바 이자 진정히 요로시쿠 타누무. 하지만 대련이라고 생각할 수 없을 정도의 강력한 일격. 그레이브 소일을. 何これは殺してきた剣だそれもおそらく銃や二銃じゃない。 그러자 검을 맞대던 중 갑자기 울음이 나는 나나오. その涙を止めてやりたい。一切の手心なく。 약속이라도 한 듯 최후의 기억을 준비하는 둘. 검을 부딪히려는 순간 위험하다고 판단하여 대련을 중지시킵니다. 俺は今何をしようとしていた? 나나오の猛攻、あなたなら何手目までしのげまして? ミスターアンドリューズ。先の一戦は本当に良い立ち合いにござった。 拙者 あれほど充実したひとときは他になかったと断言してはばかられる。ただ一つ悔やまれるのが途中で水をさされてしまったこと。だから再び拙者と幸れよオリバー。次こそは心ゆくまでまじない抜きの真剣で。断る。君とは二度と戦わない。 아까의 대련에서 뭔가를 느낀 남주였고 그녀와의 대련을 거절합니다. 다음 시간은 마법생물아 동물을 좋아하는 카티에게 최고의 수업이었는데 과제의 내용은 마력을 흘려넣어 고치 상태로 만드는 것. 다만 마력이 지나치면 검은 고치가 되어 마무리 탄생하는 위험한 수업이었죠. 검은 고치가 되면 빠르게 태워야 했지만 생물을 너무나 사랑하는 우리의 카티. 결국 정신 못 차리고 부상을 당한 그녀였습니다. 나의 집에 많은 동물이 있었어. 특히 트롤의 파트로와 仲良しだった. 그런 집에 자랐기 때문에 다치는 동물과 인종을 보면 たまらなくなるの. 君の 生まれた 家は 天使の 住処みたいな ところだったんだろうな. でも 君は 地上に 降りてきた. この 世界の 残酷さに 触れた. だから もう 天使の ままでは いられない. それでもなお 君が優しくあろうとし続けるのなら
俺はそれを尊いと思う。天使よりもずっと尊いと思う。いざしびこ、은근슬쩍꼬셔버리죠。それに、君は一人じゃない。見ての通りな。いや、이건뭐 100% 반했죠。남주덕분에기운을차린그녀였습니다。一度教室に戻る。お、どうした？本を忘れた。キンバリーでなくし物が簡単に見つかると思わない方がいい。いたずら好きの妖精が持って行った可能性がありますわ。따라서둘과함께학교에돌아옵니다。밤의학교는미궁과결합되어위험한상태가되는데아니나다를까미궁으로변해버렸으니迷子の子羊が1頭2頭3頭愛らしいわね。갑자기등장한위험한서키버스는나いけませんわピート。さあもっと近くにお寄りなさい。お断りします。내성이강력했던남주역에매혹을뿌리치고도망쳤지만그들을막아서는새로운인물이등장했으니お久しぶりですわね、リバモア先輩。ゲビたち肉あさりはもう飽きましたの？俺には下腹のうずきに任せたお前の男あさりの方がよっぽどゲビで見えるだな。違うか、サルバドーリのサキュバスメガ。그소리에아주개빡친서큐버스는나양쪽모두소환수를꺼냈고볼의싸움에새우등터지게생긴그순간아고래와시진이고자르나나츠카시나나시니소코나이가시니바쇼오에르타다소레다케노코타그러자검을뽑아상대하려던그순간이그니신유세의악시스나강유와重ねて今しめてあったはずだが그의정체는바로학생회장그덕분에안전하게빠져나온주인공들이었습니다死にたがりか君は君はあれが自殺に等しいと分かっていてやったいやむしろその結果を望んでさえいた이전에느꼈던꺼림칙한그기분이번을통해확실히느낀남주였죠ナナオ話していただけますか何を思ってあなたがあのような行動に及んだのか이전전쟁터에서대활약을했던에이스나나오진심을다해적들을베어넘겼지만동지들을모두잃었고적들에게둘러싸여당하려던그순간너열이가세호의마지나이시가능성のある子には惹かれるものだ僕の国に来て魔法使いになってみる気はあるかい拙者は久しく生への執着を失っている拙者は今本当に生きているのでござろうかあの時からずっと長い夢を見ているような気がするのでござる。この夢の覚めのうちに悲願を果たせぬものかと。그녀의수건이대체뭔데그수건이란존경하는상대와정정당당히결투하는것敬愛する相手と殺し合うことが。うむ。ゆがんでござるな。貴殿と剣を交えた時、感じたのでござる。探し求めた幸せはここにあったと。ただただ突き放されたことが悲しくて、辛くて、苦しくて。いつの間にか死亡時期も当然に父を求めてござったつまりオリバーに振られてやけになってたすまないカティ少し静かにしててくれないかいや概ね正しいでござる人に惚れたか剣に惚れたか双方に差したる違いはありもさんらしいぞオリバー違いはないそうだ生き方を変える頃合いですわナナオ死に場所を探すのはおやめなさいそんなものキンバリーにはいくらでも転がっていますそして何より今ここにいるみんなもこの先の時間をあなたと一緒に過ごしたいと願っています그덕분에정신을차린나나오앞으로는주인공들과함께학교생활에집중하기로합니다물론좋아하는남주옆에착붙어서말이죠나나오そのくっつきすぎるのちょっと問題かなってなぜでござるか心穏やかじゃないらしい心穏やかではないようだな。어쨌든나나오의고민은무사히해결되었고문제는틈만나면시비를걸어오는앤드류즈였는데わかった相手をしよう練習試合ということでいいんだな名目は何でもいいそこ集中しろ그의가문은유서깊은명문집안이었고형들에게비교를당하며자라왔기에건수를잡고힘을과시하고싶은것이었죠다음날사형마를통해남주에게전원이왔는데오리바도나나오니決闘を申し込むとこうなったからには受けて立つつもりだ結果がどうなるにせよ彼との衝突はどのみち避けられないだろう한편예전에습격받았던트롤을돌봐주는카티고향에서도트롤과친구였기때문에마음을열고다가가려고하지만그런그녀가멍청하다며비웃는학생들이었죠おいさっきの見たかよ
またトロールのとこ行ってたぜ、カティアールトのやつ。よくやるよな、あんな鈍くて野蛮な生き物相手に。ま、あいつも同じくらい鈍いんだろうけど。あと、あいつがトロールと話してるとこ見たんだけどさ。はあ？それがよ、トロールの鳴き真似で、ふぅ、ふぅ、ふぅってな。でたらめ言いやがって、あいつら。無視しろ、ガイ。ここで小競り合いを起こしても意味がない。カティが들어오자대놓고비아냥거리는이새끼들도저히참을수없었던남주였고빨릴때는재고선방을쳐버립니다결국대규모맞짱을뜨게되었고사이좋게반성실에갇힙니다세샤모12호도나게도바시모시타5인이었다고가이와네가이토나나오와마이가타바바르이ですが想定内ですですがオリバーまさかあなたが口火を切るとは本当に何の釈明も思いつかない七尾も、カイも、ありがとう。ただ、今回のことで状況はさらに悪くなりました。これで同学年の多くは、私たちの敵に回ったでしょう。となれば、明日の決闘でそれをミスター・アンドリューズが利用しないとは思いません。あにな다를까、이상황을좋다고활용하는 앤드류즈。콜로세움에관중이꽉꽉차있었고、코볼트를사냥하는 퍼포먼스를 보입니다。オリバー、これは。コボルドハント。魔法使いの間では伝統的な狩猟競技だ。人権派からの風当たりが強く、近年は廃れつつあるんだが。아무리봐도어제있었던일의저격이었죠하여간존나게졸려라죠그리고그들의시합내용은君たちと僕とで交互にコボルドハントを行い、より多くの頭数を仕留めた方を勝者とする。寛大だろ관대는개뿔광대존나처먹고싶냐おい獲物が端っこに逃げちまってるぞ臆病者め一丁上がり코볼트를괴롭히며즐거워하는학생들그광경을차마참지못했고戦意なき者を無理やり戦いの場に駆り立て、いたぶり殺した数を競い、余つさえ居合わせた者の大半は高みの見物。己の姿がどれほど卑しく映るのか、貴殿なりは自覚がないのでござるか。진짜사이다쌉찌렸죠하지만그대사는학생들을자극하기충분했고몰매를맞는나나우였는데소도와随分揉めてんな안타모사보ってないでそろそろ次のコボルドを出しなよ하지만우리의코볼트말고등장한곳은바로개싼먼치킨가르다였죠あれも君の違うあんな化け物僕は気づいない미스터한더리즈맞사키니깔아내르죠능기의불오지게튀다가표적이되는이새끼당하려던순간나나우가가르다를막았습니다戦えるんだ怖くないのか君たち怖くないんだろうな彼女は七尾は君の剣も見たがっていたよフラルゴ俺が隙を作るその瞬間に飛び込んで決定打を狙い결국나나오를보호하기위해몸을던지는남주였으나안드류즈君のおかげだミスター・アンドリュース僕の剣を見せろと言っただろうだからもう大丈夫だ確かに戦うのは怖いさでもそれより勝負に負けてアンドリューズ家の恥さらしだと言われることの方がもっと怖いんだ
언나 같지만 본심은 찾겠던 앤드류즈. 남주가 뻗은 손을 잡으며 친구가 된 그들이었습니다. 그날 이후 슈퍼스타가 된 나나오. 가르다와 싸워 모두를 구했기에 태세 변한 오지게 하며 그녀에게 붙는 학생들이었죠. 이치야 깨달아 나의 인기가 긴긴나 야츠라다나. それだったらなんで オリバーは 人気者にならないの? 同じくらい活躍したのに。 まあ仕方ない。 派手なナナオに比べて オリバーの技は地味で。 小難しいからな。 물론 마법의 조예가 깊은 미셀라는 남주를 칭찬하느라 정신이 없었고 보상을 준다며 뽀뽀까지 해주려 했으니. 맞다. 난다 셰라. 나나오, 이ところに. 이마 셰라가네. 가르단時に頑張ったご褒美のキスをあげるんだってよ. 시카라바 셋샤마. 저 나나오. 次は貴殿の番にござる。 あの一件のご褒美なら拙者にも同じ権利があるはずでござろう。 さあ、ちょっと何この流れ。 筋の通った要求だと思いますわ。 オリバー、 まだでござるか。 어쩔 수 없이 하려던 그 순간 남주를 찾아온 사촌 누나. やっぱり、ノルだ。やっと学校で会えた。ね。 아. 그러자 아주 보라한 듯이 키스를 해주는 사촌 누나. 이거 이거 아주 인기쟁이죠. 노르테 아이쇼데 요바레테타. 어때? 셋셔에노 치우와? 응 없어.